丸山弁三郎丸山弁三郎は、日本の教育者、政治家、第五代長野市長、衆議院議員、丸山弁三郎とする文献もある。1879年、明治12年長野県下高井郡江部村に生まれる。1900年、明治33年、長野県市範学校を卒業し、下高井保高小訓導になると同時に、 東京高等商業学校附属教育養成所に入学。1903年、明治36年に養成所を卒業し、長野市立公主商業学校教諭に就く。1914年、大正3年には、長野市立長野商業学校と解消した同校の校長に36歳の若さで就任。志士は一等とに全力を持ってす。遠弱いずくんぞ。 大宝の志を知らんやのスローガンを掲げ、全人教育で生徒に接した。テニスが得意で、生徒と勤務中にプレーすることもあったと伝わる。1922年、大正11年、長野商業の校長を辞任し、4月26日に、第5代長野市長に就任。市長在任中は、まず、吉田町、三輪村、セリータ村の長野市への編入に着手した。 ついで、長野中央通りの整備、長野電気鉄道の長野駅須坂駅間、権藤駅間の開業、全港寺平の推理事業の着工など交通を中心とした公共事業政策を推進した。1930年、昭和5年には、アメリカ合衆国のニューディール政策を参考に、昭和恐慌の影響で大量発生した長野県内の失業者を救済する目的で、 長野県道37号長野信濃線の展望道路の建設、整備を実行した。1934年、昭和9年4月25日に、七沢誠介に選挙で敗れ、3期12年にも及んだ長野市長の職から退いた。その3年後の1937年、昭和12年4月30日に行われた第20回衆議院議員総選挙では、長野一区より、 立憲声優会公認で立候補して当選した。当選から3年後の1940年、昭和15年2月、衆議院本会議で斉藤隆雄が品種編処理を中心とした質問演説をし、所属していた声優会が斉藤の議員除名を賛成するという事態が発生。しかし、丸山は完全と除名に反対し、決議では反対票を投じた。 丸山の反対投票を聞いた同郷の貴族院議員、小坂純三は、丸山君はさすがに立派だな、と叩いたと言われる。次の1942年、昭和17年に行われた第21回衆議院議員総選挙には、出馬せず、政界から引退した。戦後は、悠々自適の生活を送り、1957年、昭和32年に78歳で死去した。 ありがとうございます。